どうも、サヌイです。サヌイです。応援してくれる皆さん、2022年、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、このちょっと硬い感じで始まりましたけども、はい、2022年ね、はい、まあいろんな形で見てくださった方、応援してくれた方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。2022年、振り返っていこうと思うんですけど、はい、どうでしたか？そうですね、大学卒業して、東京に来る、ことになって、もともと YouTube は少し大学の時にもやってたんだけど、そうですね、まあ、本格的にちょっと活動をやってきて、まあ事務所にも所属させていただくことになって、うん、もう本当に新しいことをやっていくことが増えた1年かなというふうに思いますね。そうですね、うん、まあその YouTube の中でも、うん、まあ僕たちの中でまあ年内100人あじゃなかった100人まあ僕たちの中でも年内、うん、まあ1000人行こうかみたいな、そうね、のがまあ少しあって、まあ今年の中旬というか、うん、10月頃にがっつり本腰を入れて行こうってやったんですけど、うん、まあ思ったよりもまあ見てくれる方が増えて、そうですね、まあなんかその年内の目標はまあ若干僕たちの中でも達成されつつはあったので、うん、楽しかったですね、うんうん、まあ、本当に楽しくできてるのが僕たち的にはいいなっていう感じですか ね、うん、もう本当に東京に来て何したらいいか分かんないことからちょっと始まって、はいはいはい、どうしようどうしようってなりながら、まあそのやることっていう中の一つが、まあ、YouTube っていうね、うん、まあ、自分たちをまあ知ってもらうきっかけに、ね、なればいいなと思って YouTube を本格的に頑張ってやってきた結果がまあ少し出たのかなっていう、はい、まだ全然満足はしてないんですけど、そうだね、はい、それを頑張れた年になりますね、はい。今ちょっとね振り返りをしていったんですけども、はいはいはい、まあ、やっぱ来年が来るわけで2023年ですよ、はい、抱負なんかありますか？めっちゃあります。お、いい、全部言っていいのかなっていうぐらいある。いや、まあまあこれ頑張るっていうのなんか一つ大きなやつ言ってみよう、うん、あーむずいな。むずいんだそれは。 SNS 頑張ります。あ、なるほど。やっぱマジでインスタがマジで動いてないぐらい。俺もそれ、それは確かにある。1年に3回ぐらいしか投稿してないんじゃないストーリーもマジで本当に1もないぐらいしか投稿できてないから、うん、まあその結果的に言うと外に出てないプラス他の仕事ばっかりしかしてないプラスその東京に来てそんなに人脈がないっていうのもある。あーから、まあ、もう一つの目標としてあったのはもうちょっと人脈とかコミュニティを広げるっていうことをしたいなって思ってるんだけど、うんうんうん、まあそれがそのしたいって思ってるだけでどう増やそうかはまだ考えられてないし、うんうん、難しいよね。そうで、もしまあインスタフォローしている方がいればまあそれ引き続き見ていただければなって思います。確かに、まあ、僕も頑張ろうとは思ってるんで、うんうん、ちょこちょこ写真撮るようにしようか。マジですね、やばじゃあ僕は、はい、2023年一つ大きな目標を言うとすれば、うん、1曲自分の曲を出す。おー、いやね、オリジナル、やっぱそういうちょっとオリジナリティがやっぱ必要だなと、はい、うん、ちょっと考えたので、やっぱ自分の曲を出す、まあ、YouTube ってねそういうものもあげないとちょっといけないなと思ったので、ちょっとそこをね頑張って1年間、そうですね、本当にもうすぐできるもんじゃないと思うけど、うん、まあ、短くてもいいから自分がもう作曲作詞をやって、はい、まあ2人で歌えたらな一番いいなと思うんですけど、はいはいはい、うん、本当に YouTube に1曲ちょっと出したいなと思います。はい、DTM の勉強とかね、うん、まあ、作詞の勉強とかも自分の満足できるものを一個出そうかなと思います、うん、ね、うん、はい、その SNS 頑張るって言ってくれたじゃん、うん、はい、なんか俺は一曲ってなんかその一つのなんかさ数値としてさあるじゃん、はいはい、その来年これできてましたかって振り返るためにもなんか、うん、その SNS でこれっていうなんかもう明確な目標を立てない、もう達成できなかったらもう何かするぐらいの面持ちでやるように。インスタ100投稿とか。100投稿でしょ、まあ、3日に1回あげれば100は3日に1回やろ、うん、結構やね。週に2回でしょ、うん、まあストーリーも含め月1自分の姿が映ってる投稿をする。月 1? 月1、月1でいいの？これはでかい。でかいの？でかい。お前の中では、うん、まあ今の生活とかも含めると、うんうん、これは正直これでかい。そうなんだ、うん、なんで、まあ、まあ月1以上、月1投稿以上ね、1だけじゃない、そう、うんうん、1以上することが目標。 OK、 皆さん聞きましたね。はい、はい、してなかったらもう DM でバンバン言ってくれるじゃあ2023年後期は、まあ、インスタ、TikTok なり、まあ、インスタにしようか。インスタだ、インスタ月1
1回以上自分の持った動画写真を投稿。投稿。はい。で俺は作詞作曲を1曲出すと。うん。まあ、長さ関係なく、うん。長さ関係なく。はい。うん。自分の納得できるものを出す。はい。はい。ことを目標にね、2023年、はい。頑張っていきましょう。いきましょう。はい。本当に2022年。はい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。お願いします。バイ。バイバイ。いや、意味わからんけど。ねえ、先生、ありがとう。ありがとうございました。